こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。オーストラリア潜水艦問題難航。日本人をもっと理解できていれば、今頃高性能な潜水艦が。しかし日本にとっては良かったのかもしれない。胸をなで下ろす関係者は多く、他国への機密漏洩につながる。世界でも現在トップクラス原子力潜水艦にも引けを取らない。その潜水艦にオーストラリアは今日も悔やんでいる。戦後日本の海上自衛隊の主力といえる艦艇が何かと問われれば、間違いなくその座を担うのは潜水艦を抜きにしては考えられないと思われる。異例の防衛大臣の声明により、すでに15年以上も前から南シナ海における作戦行動を行ってきたことが報じられた。日本の潜水艦、現在は双竜型が最新の艦級である。双竜型潜水艦は1番艦の双竜から始まり、最終の12番艦となった東竜が2019年11月に進水を迎え、都合12隻が建造された。中でも11番艦の双竜からはバッテリーである蓄電池を鉛を用いた形式からリチウムイオン電池へと変更したことで、中身はそれまでと別物ということができる。双竜以前の双竜型10隻は通常動力型の潜水艦として、ディーゼル機関、スターリング機関、鉛、蓄電池の3種類の駆動機関を搭載した潜水艦であった。これに比べアメリカ海軍などは潜水艦の動力源は原子力機関のみとしており、現在の潜水艦の性能の中で最も重要視される水中での連続航行に最も適した形式に特化している。潜水艦の動力源として現時点では最適と考えられる原子力ではあるが、日本をはじめとしオーストラリアなど環境面への配慮からこれを採用できない国も存在する。また政治的に原子力機関の搭載が問題視されない場合でも、原子力機関に対して技術的費用的に安価な通常動力型潜水艦を採用せざるを得ないケースも少なからずあるようだ。日本は政治的に原子力の軍事利用が難しいことから、通常動力型の技術を高めざるを得ない方向に動いてきたわけだが、双竜はその制約下での進化の先端に位置する。双竜はこれまでのディーゼル機関、スターリング機関、鉛、蓄電池という駆動機関からスターリング機関を外し残るディーゼル機関とリチウムイオン電池に切り替えた。非待機依存型の推進機関として大きさの割に出力が低いスターリング機関は水中での航行に向けた対策だったが、これを高効率のリチウムイオン電池で代替することに成功したのだ。これまでもリチウムイオン電池が従来型の鉛、蓄電池よりも優れていることは明白だったが、発火しやすいという欠点を抱えており、その実用化がなされたことが画期的な点だと言える。当然
海上自衛隊の最高の軍事機密である。潜水艦の性能について詳細な公表は望むべくもないが、少なくともリチウムイオン電池の採用で航行距離時間は倍増したと考えられる。このため世界的にも欧竜は注目を集め、前述のように旧式の黒潮型潜水艦ですら南シナ海での作戦行動が可能なことと合わせて日本の技術力の高さを知らしめた。そもそも現代の潜水艦とは敵に探知されないことが大前提であり、黒潮型の活動すら把握できていなかった中国海軍に対し高いアドバンテージを有すると評価されたのだ。このため欧竜の登場はオーストラリア海軍の次期新型潜水艦のコンペでフランスに敗北した日本が再び受注に向けたリベンジもあり得るのではないかとの声も上がった。さすがにこのオーストラリアの次期潜水艦については今さら日本への発注に決定が覆る可能性は低く、リチウムイオン電池の搭載という新機軸がもたらした噂の息を出ないものだろう。建造の難航が伝えられていたフランスの新型潜水艦も2019年7月にようやく竣工し、この原子力潜水艦の後にオーストラリア用の通常動力型の建造へのめどが立ってきた模様だ。ただ日本案への回帰が話題に上るほど、フランスのこの計画は遅延しており、予定の2022年に本当にオーストラリアでの建造に入れるのかは未定なままである。何よりフランス本国では原子力潜水艦として建造されている同ワラクーダ級を通常動力に変更した機関部を搭載するという変更点に疑問を投げかける向きも多い。なぜならば原子力潜水艦しか運用していないアメリカでも今や通常動力型潜水艦の建造は困難であり、台湾への斡旋すらままならなかった状況があるからだ。ちなみにフランスのワラクーダ級潜水艦は全長99メートル、直径が 8.8 メートル、排水量が基準で4700トン、水中で5300トンの大きさとなっている。日本の欧竜は全長84メートル、直径が 9.1 メートル、排水量が基準で2950トン、水中で4200トンであり、ワラクーダ級が通常動力型になった場合、その大きさが際立つ。果たして計画通りに12隻のこの潜水艦がオーストラリアで無事建造されるのかは、今後の続報を待つしかなさそうだが、その大きさの割に兵装が少ないことはすでに指摘されている。ただこの欠点も原子力潜水艦という前提条件からであり、問題はやはり半世紀にわたって通常動力型を建造していないフランスが無事それを提供できるにかかっていると思われる。